食欲の秋だからかな。いつもより多めに焼きそばパン買うんだけど、つい全部食べちゃうんだ。なんとなく空気が乾燥してきた気がするな。外で歌うときは喉のケアもしっかりしないと。あ、みのりに送ろうとしたリスの動画のリンク間違って志保に送っちゃった。急に一花がリスの動画を送ってきたんだけど、何だったんだろう。まあ可愛かったしいっか。一花ちゃんが送ってくれたリスの動画、志保ちゃんも同じのを見てたけど、流行ってるのかな。小さい頃はお姉ちゃんが公園でよく秋の童謡を歌ってくれたっけ。あれ結構好きだったな。芸術の秋か。音楽は芸術に入るだろうし、そういう意味じゃ私たちは年中芸術に触れてるね。授業にテストにライブ、秋も忙しいけど俺も好きだし、無理しないように頑張ろうっと。かわいいもみじのヘアゴム見つけちゃったんだ。今度のライブでつけていこうかな。もみじのヘアゴムめちゃかわいいってりんちゃんに褒められたの。えへへ、買ってよかった。ねえ、そうそう、みくちゃんたちももみじ狩りに興味あるみたい。次の練習の時雑誌や写真を持っていこうかな。最近は寒暖差が大きいし、カーディガンとか羽織れるものを持っておいた方が良さそうだね。スーパーで焼き芋を売ってたの、買うつもりじゃなかったんだけど、匂いにつられて買っちゃった。